ナンバーアンダーラインイの秘密平野翔たちが絶対に避ける場所驚きの理由とは滝沢秀明とナンバーアンダーラインイの絆3つの約束が彼らの成功を支える秘密とは滝沢秀明が設立した戸部事務所は日本の芸能界に新しい風を吹き込んでいます彼自身が長年にわたりアイドルとして活躍しその経験をもとに設立したこの事務所は 彼の信念と哲学が色濃く反映されています特に戸部のアーティストたちが滝沢秀明と交わした三つの約束は彼らのキャリアと私生活の両方において非常に重要な指針となっています戸部に所属する平野翔、神宮寺勇太、岸勇太の三人は滝沢秀明と共に新たなスタートを切った際に三つの約束を交わしましたこの約束は 彼らのイメージを守り健全なライフスタイルを維持しファンとの信頼関係を築くためのものでしたまず彼らは特定の施設を避けることを誓いました具体的にはホステスバーなどのスキャンダルの温床となりうる場所に行かないことが約束されていますこれは彼らのイメージを守るためだけでなくファンや事務所に対する責任感を示すものでもあります 次に「趣味に従事することが奨励されました」滝沢秀明自身も多くの趣味を持ちストレスを管理し精神的健康を維持するためにこれを実践しています彼はアーティストたちにも同じように趣味を持つことを推奨しそれが長期的に彼らの健康とパフォーマンスに良い影響を与えると信じています平野翔は陶芸やツーリング神宮寺勇太は旅行やアウトドア活動 キシユタは様々なスポーツを楽しんでおり、これらの趣味が彼らのストレスを軽減し、精神的なバランスを保つ助けとなっています。そして、最後に彼らは恋愛よりも仕事を優先することを誓いました。これは、キャリアの初期段階で特に重要であり、彼らがファンとの約束を守り、プロフェッショナリズムを示すためのものです。恋愛は個人の自由であり、重要な要素であるものの、 芸能界という特殊な環境においては仕事とファンへの献身が最優先されるべきだと考えられていますこれらの約束を守ることは簡単なことではありません特に若いアーティストにとっては多忙なスケジュールやプライベートの制約が大きなストレスとなりえますしかし滝沢秀明のリーダーシップと彼自身の経験から生まれたこれらの約束は 戸部のアーティストたちにとって大きな支えとなっています滝沢はアーティストたちが自分自身の健康とキャリアを大切にし長期的に成功するための道筋を示しているのです滝沢秀明がアイドルとしてのキャリアを通じていた教訓は彼の経営哲学にも深く影響を与えています彼は厳しい業界での成功には プロフェッショナリズムと自己管理が不可欠であることを身をもって知っていますそのため戸部のアーティストたちに対しても厳しいが愛のある指導を行っています彼の指導は単にルールを押し付けるのではなくアーティストたちが自分自身で考え行動する力を養うことを目的としていますさらに戸部のアーティストたちは滝沢秀明との強い信頼関係を築いています 彼らは滝沢が自分たちのことを真剣に考え支えてくれていることを感じていますその結果アーティストたちは滝沢との約束を守り続けプロフェッショナルとしての意識を高めていますまた滝沢はアーティストたちがリフレッシュできる時間を大切にし彼らが趣味やリラックスする時間を持つことを奨励していますこれは、 彼自身がキャンプやアウトドア活動を通じていたリフレッシュの重要性を理解しているからです。とべの成功は、滝沢秀明とアーティストたちの共同作業の成果です。彼らが共有する価値観と約束は、とべファミリー全体の強い絆を築いています。例えば、神宮寺勇太が初めてインスタライブを行った際、滝沢のキャンプ飯の話題が出たことがあります。 これは滝沢とアーティストたちが単なる仕事の関係以上の絆を築いていることを示していますこうしたエピソードはファンにとっても非常に印象的であり戸部の温かい雰囲気を感じさせますまた戸部のアーティストたちは海外進出を目指して全力を尽くしていますこれまでに一切のゴシップがないことも彼らのプロフェッショナリズムと約束を守る姿勢を裏付けています 彼らは自分たちのキャリアとファンを第一に考え、そのための努力を惜しみません。これは滝沢秀明が彼らに伝えた3つの約束が単なるルールではなく、彼らの成功への道しるべであることを証明しています。さらに、戸部のアーティストたちは、ファンとの新しい景色を見ることを楽しみにしています。彼らは、ファンとの絆を大切にし、 常に新しい挑戦を続けていますこれは彼らがファンに対して誠実であり続けるための努力の一環ですまた滝沢秀明もファンの気持ちに寄り添い彼らの期待に依頼続けています例えばナンバーアンダーラインアイのファンクラブ入会日を七夕に変更したことはファンへの思いやりを示す一例です 滝沢秀明のリーダーシップと飛べのアーティストたちの努力はこれからも続くでしょう彼らは厳しい業界の中で自分たちの道を切り開き成功を収めるために日々努力していますファンとしては彼らを信じて応援し続けることが最も重要ですそして彼らがこれからも3つの約束を守り続けますます輝いていくことを期待しています 滝沢秀明が提唱する3つの約束は戸部のアーティストたちにとってのガイドラインであり彼らの成功を支える柱となっていますこれからも戸部のアーティストたちがこの約束を守り続けファンとの信頼関係を築きながら成長していくことを楽しみにしていますファンとしては彼らの成功を見守り応援し続けることが最大の喜びですそして 戸部がますますす発展し滝沢秀明のののビジョンが現実のものとなることとを願っています滝沢秀明と戸部のアーティストたちの物語はこれからも続いていきます彼らの努力と情熱そして三つの約束を守り続ける姿勢はファンにとっても大きな励みとなるでしょうこれからも戸部のアーティストたちが新しい挑戦を続け成功を収める姿を見守り 応援し続けていいきたいと思います滝沢秀明と戸辺のアーティストたちの物語はまさに進行中のドラマのようです彼らの一歩一歩が新たな歴史を刻みファンと共に成長し続ける姿は感動的です特に平野翔神宮寺勇太岸優太の3人はそのプロフェッショナリズムと誠実さで多くのファンの心を掴んでいます彼らが 三つの約束を守り続ける姿勢は単なるルールの遵守ではなく自分たちの信念と滝沢秀明への信頼の証です彼らの約束の一つである特定の施設を避けることは日常生活においても大きな影響を与えています夜の街でのスキャンダルを避けるため彼らは仕事が終わった後も自己管理を徹底していますこのような姿勢は 彼らの高いプロフェッショナリズムを示しておりファンやメディアからの信頼を得る要因となっていますさらに彼らは趣味を通じてストレスを解消し精神的なバランスを保つことにも努めています趣味に没頭する時間は彼らにとって重要なリフレッシュの機会でありクリエイティブなインスピレーションを得る源でもありますまた恋愛よりも仕事を優先する姿勢は 彼らのキャリアににおいて非常に重要です特に若いアーティストにとって恋愛は大きな誘惑となりえますが彼らはキャリアの成功を最優先に考えていますこのような姿勢はファンに対しても誠実であることを示しており長期的な信頼関係を築くための基盤となっています。